ただいまの時刻20時23分です。今日の仕事も全部終わり、今ホテルの駐車場着きました。とりあえずもうチェックインして荷物を置いていきたいと思います。本日も一日お疲れ様でした。今夜はこちらのホテルクラウンヒルズ金沢さんに宿泊します。ルームツアーを簡単にします。ドア入ってすぐ右に鏡がありました。はい、ユニットバスはこのぐらいです。まあ、めちゃくちゃ狭くはないですね。はい、シャンプーとかも全部ありますね。作業ができる机があります。ベッドはシングルだと思ったんですけど、ダブルに近いシングルって感じですかね。外の景色はこんな感じです。今回707号室の部屋に入りました。 Wi-Fi のスピードはこんな感じです。あと1階のエントランスの方に加湿器とかそういうのも貸し出しが置いてありました。今回はシングル禁煙13平米の、ゆったり120センチ幅ベッド、ちょっとやっぱシングルより少し幅がでかかったですね。そのプランで取りました。料金は5480円でした。今回も楽天トラベルで予約しました。駐車場の料金1000円と宿泊税っていうのを別で200円取られ、プラス1200円払いました。で、今回ここのホテルを選んだ理由なんですけど、徒歩で兼六園に行けたりとか、徒歩で片町っていう繁華街に行けたりするので便利だなと思い、ここのホテルに決めました。あと大浴場があるということで、それが気に入ってこちらのホテルを予約しました。どうやら朝食は前日までに予約すれば500円で食べれるようですね。それでは仕事行ってきます。チャンネル登録よろしくお願いします。